あ、嬉しそう。バイバイしてんのりなくん。みんなおやすみ。みんなおやすみでバイバイした。バイバイ。はーちゃん。あれ、みよ。みよくん、今日はスイスに帰る日だよ。ママもスイス来るの。ママもスイス来るよ。パパ待って。おばあちゃんとみよ、おばあちゃんとおじいちゃん、バイバイだよ、母ちゃんも。もう、まだ今じゃないけどね。あ、みよも来たよ。おはよう、りのくん。よく納豆は？納豆。くっついちゃうの。お口で。あ、お口にくっついちゃうの？ついちゃうの。そっか。じゃあ今日は海苔ご飯にしようか。もうすぐで。うん。海苔ご飯。パパ行くの。もうすぐで飛行機乗ってそう。パパのとこ行くんだよね。うん、楽しみですか？ママも来るの。ママも一緒に来るよ。うん、飛行機乗ってパパのとこ行く今日。うん、楽しみ？まあ、ちょっとブルーベリー入ってたの。ちょっとブルーベリー入ってた。ブルーベリー入ってた。本当。おじいちゃんとおばあちゃんにバイバイするんだよ。悲しいね。昔悲しいと思うのは、ニンニンジュース作るの。おじいちゃん起きたね。一緒に作ってきニンジンジュース。蓋を押さえてボタンを押すのかな。それが好きやね。全部飲んじゃった。2回も飲んじゃった。2回も飲んじゃった。2つも飲んじゃった。早かったね。飲むのママ飲むの取れなかったわ。みんなみよくん、あららら、リモコン取られた。みよ、おじいちゃんのリモコン取っちゃったの。また寝るの？今起きたとこでしょ？ね、起きてたよ。みよ出てるよ。今日本読むのか。それ何の本ですか？おじいちゃんの本。おじいちゃん。残念な大人図鑑。こんなんちょっと読むのやめとく。これママウサギさんがね。で、こっちのもう一個の方がママの妹。リーノ？一人で登ったの、その上。あれや。あ、高いってね。あれ？あ、高いとこ。リーノ登ったの？嬉しいな。でも降りれない。降りれないよね。よし、スーツケースはもう1個じゃない、2個か、2個送って、これさらにもう1個とベビーカーを持って帰ります。みんな乗って OK。
よし、出発。オッケーです。日本に来た時と同じようにまた、ルフトハンザ航空でフランクフルトを経由してスイスに帰ります。ルフトハンザ航空はこの時期間が変更してしまったり欠航になってしまったりしている便がありまして、私たちの便も時間が変更して東京で1泊しなくてはいけなくなりました。今日の便では夜の7時出発で東京に飛び、東京でシャトルバス、空港からシャトルバスに乗ってホテルに行きます。明日はホテルからまた、シャトルバスで空港に戻り、空港からフランクフルトへ飛ぶ予定をしています。ちょっと待っててくれる？今カバン検査してるからさ。はい、すいません、ありがとうございます。はい、OK、ミヤク行くよ。ミヤク早いね。あれ、リノも登ってんの？リノ、リノ発散させて関東。そうそうそう、そうなの。バイバイ。飛行機乗る。飛行機乗る？あ、ちょっと真っ暗になっちゃった。
あ、嬉しそう。あ、嬉しそう。